せよ。今年の今年のパジャマをさ選んできたよ。こんなのちょっと恐竜さんになれるやつがあったから、これ後ろに来るやつ。去年はグレーのパジャマ着ててんね。あれお気に入りやったね。あれを着たらもう寝る準備ってなって、いつも寝る準備しててんね。で今年のパジャマはこれにしようかなと思って。ちょっと一回これちょっとフードとかついてて可愛いなと思ったけど、どうかな。ごめんごめんね。手を出すところと長さがどう。フードはまあ使わなかったとして、後ろの恐竜さん可愛いなと思って着てみようか。どんな感じになるかな。着てみる。なんかさ、こうフードがこうこうくる感じ。ちょっと着てみようか。楽しみ。チェックしとく。チェック終わり。ちょっと着てみようね。首まで入れたらこんな感じ。あ、ピチョンってなっちゃった。手とか入れてみようと思うんだけど、いいかしら。よいしょ。まだこっち入ってない。だけどなんかちょっと短いよね。今季のレオのパジャマ、パパに見せに行ってみる。あ、そうね、寝るねんね、これ着て。パジャマやもんね。でフードとったお耳出して、あ、これも可愛いよね。ちょっと立てる。どんな感じかみたいな。横になった図、横になった図。なんか去年着てたグレーのパジャマもやっぱりちょっと短かったから、そんな感じでねんねんね。こんな感じ寝たら全然後ろのこの恐竜さんのが見えないけど、立ったとこもちょっと見てみたいんやけど、どうですかレオ。パジャマやが寝るとき着るやつやか、これで合ってるとは思うんやけど、どうレオ。パジャマ、これ気に入ってくれたんかな。あ、出てきた出てきた。頭入れると違うかな。パパに見せに来た。ちょっと目が。恐竜さんちょっとちっちゃかったな。
なんかすごい気に入ってくれたっぽいけど、後ろ姿かわいい。